ヨハネス・ポンペファン・メーデル・フォールト、ヨハネス・レーデュース・カタリヌス・ポンペファン・メール・デル・フォールト、ヨハネス・ライジャデュース・カタ・アライネス、ポンペファン・ミダー・ボート、1829年5月5日、ブルッヘから1908年10月7日、ブルッセルは、オランダ海軍の二等軍医、ユトレヒト・陸軍軍医学校で医学を学び軍医となった。幕末に来日し、オランダ医学を伝えた。日本で、 初めて基礎的な科目から医学を教え、現在の長崎大学医学部である伝習所付属の西洋式の病院も作った。また、患者の身分に関かかわらず診療を行ったことでも知られている。日本には1862年、文久2年まで滞在し、その後はオランダに戻った。後年、日本での生活を振り返って、夢のようであったと発言している。 長崎奉行所西役所医学伝習所において医学伝習を開始した1857年11月12日、安政4年9月26日は近代西洋医学教育発祥の日であり、現在長崎大学医学部の開学記念日とされている。ポンペは長崎海軍伝習所の第二次派遣教官団であったカッテンリー家に選任され、松本良順の奔走により作られた。 医学伝習所で教授として日本初の系統だった医学を教えることになった。彼のもっとで明治維新後初代陸軍軍医総監となった松本良順をはじめとして柴良海、岩佐淳、長代先祭、佐藤昌中、関関西、佐々木東洋、入沢京平など近代西洋医学の定着に大きな役割を果たした面々が学んだ。1855年。 安政元年に第一次海軍練習の教師団が来日し、軍医のヤンカレル・ファンデン・ブルークが科学を教えたが、この授業はまだ断片的なものであった。この時、筑前藩の孔の堤造は、オランダ語の科学書であるセミ、ビンランを表している。その後、1857年、安政三年に第二次海軍練習により、ポンペが来日し、 松本良順の奔走により医学伝習書ができ、ポンペはその土台となる基礎科学から一人で教え始める。1857年11月12日のことで、長崎大学医学部はこの日を創立記念日としている。この時は、長崎の西役所内で松本良順と弟子12名に初講義を行った。後に、学生の数が増えたため、西役所から、 大村町の高島周判定に教室を移した。ポンペは物理学、科学、解剖学、生理学、病理学といった医学関連科目をすべて教えた。これはポンペがユトレヒト陸軍軍医学校で学んだ医学そのままで、その内容は臨床的かつ実学的だった。最初は言葉の問題も大きかったが、後になると授業は8時間にも及ぶようになった。また、 日本初の死体解剖実習を行った。1859年、安政6年には人体解剖を行い、この時にはシーボルトの娘、楠本稲ト46名の学生が参加した。解剖が許可される以前は、キュンストレーキという模型を用いた。1860年、万円元年には海軍練習が終了するが、ポンペは残った。 ポンペは1862年11月1日、文久2年9月10日に、日本を離れるまでの5年間、61名に対して、卒業証書を出している。また教育の型あら治療も行い、その数は14,530人と言われている。オランダへ戻ってからは開業し、赤十字にも関与した1857年、安政4年末には、公開主導を開始した。 1858年、安政5年に、長崎市中で蔓延したこれらの治療に、多大な功績を挙げた。また、1861年、文久元年、長崎に124のベッドを持った日本で、初めての近代西洋医学教育病院である、小島養生所が建立された。ポンペの診療は、相手の身分や貧富にこだわらない、極めて民主的なものであった。日本において、 民主主義的な制度が初めて取り入れられたのは医療の場であったとも言える。他にもポンペは遊郭丸山の遊女の梅毒の検査も行っている。後に松本良順が江戸へ戻り、ポンペに学んだ医学を大いに広め、順天堂の講義が充実したと言われる。良順はまた西洋医学書の頭取となるが、奥医師はポンペ時期伝の西洋医学を西洋かぶれと深入った。 しかし伊藤原木の失脚により、両順は奥医師のリーダー的存在となる。また、ポンペの保健衛生思想に共感を覚え、その後、新選組の頓所の住環境改善に、それを役立てた。後年、明治に入って森鴎外がヨーロッパに留学中に、赤十字の国際会議で、ポンペに出会い、日本時代の感想を聞いたとき、日本でやったことは、 ほとんど夢のようであったと語っている。晩年は、カキの養殖にも手を出したと言われる。ポンペの噂を聞きつけた、尾形コアンが、敵塾の学生であった、長代先祭を、ポンペの元に送り込んだことからしても、その当時最新の医学教育であったことがわかる。現在、長崎大学医学部には、ポンペ会館と、良順会館が設立されている。ポンペが医学を学んだ。 ユトレヒト陸軍軍医学校は、フランスによるオランダ支配当時、ライデンの陸軍病院付属という形で手立てられ、その後フランスの支配が終わってからも教育が続けられた。ユトレヒト大学医学部との関係を築きながら教育が行われ、軍や植民地への遺憾を要請するものだった。1850年代はその最盛期で幕末維新に来日した。 オランダ人医師のかなりの人数がここの卒生であった。また、ユトレヒト大学の科学の水準は高く、緊密な関係にあった、陸軍軍医学校経由で、日本に高いレベルの科学がもたらされたと言われる。明治七年、1874年医生が制定されて、医師の養成は大学のみにて行われることとなり、翌明治八年、1875年に廃校となる。現在、 この学校の建物はホテルとなっている。ポンペは出版写真の研究についても熱心であった。当時、長崎でポンペについて科学を勉強していた上野彦馬も共に写真の研究に着手した。観光版に必要な純度の高いアルコールにはポンペが分けてくれたジュネパジン人を使った。最高額は長崎奉行の要望に応えたものと思われる。 用途が分かっているもののみ表示。ポンペが長崎時代に残した言葉が長崎大学医学部に名番として残されている。医師は自らの転職をよく承知していなければならぬ。ひとたびこの職務を選んだ以上、もはや医師は自分自身のものではなく辞める人のものである。もしそれを好まぬなら他の職業を選ぶがよい。また医者はヨルベなき病者の友とも教えている。 第六章日本に来た外国人のコーデポンペに触れている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。